アンディ・ウォレスアンディ・ウォレスは、イングランドのオックスフォード出身で、1979年から、プロのレーシングカードライバーである。1976年に、15歳だったウォレスは、ジム・ラッセル・レーシング・スクールに入校した。ウォレスは1988年より、プロトタイプレーシングカーのレースに参加し、国際スポーツカーレースで25勝以上を挙げている。勝利の中には、以下のものがある。 2007年シーズン、ウォレスはダイソンレーシングのドライバーとしてアメリカンルーマンシリーズに参戦した。2008年シーズン、リチャード・チルドレース・レーシングからロレックス・スポーツカーシリーズへのスポット参戦を計画している。2008年1月にはアレックス・ジョブ・レーシングよりゼッケン23番を付けたポルシエンジンを搭載したデートナプロトタイプ車でデートナ24時間レースに参戦した。 エンジントラブルに見舞われ、36位でフィニッシュした。イギリスフォーミュラ3選手権国際会3000選手権、全日本フォーミュラ3選手権世界耐久選手権、世界スポーツプロトタイプカー選手権、スポーツカー世界選手権全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権、b p r グローバル GT シリーズ FIA。 GT 選手権アメリカンルマンシリーズルマン24時間レースデートナ24時間レースセブリング12時間レースありがとうございます